先ほどまでは、UH モーション、バルカンの、入り方応用編を紹介しました。今度は、フレックスの、システムを学習したと思いますが、そのフレックスの入り方をちょっとアレンジして、そして、新しい、プレーを紹介したいと思います。はい、そしたらゆっくりいきましょう。フレックスの初めの形と同じように2アン2の形に、なっています。はい、いきましょう、ゆっくり。はい、このエントリーは一緒ですね。でこの時に、はい、今の3番のこの選手はここに初めいて、ね、そして、こっち側に移動して、ここスペースを作ります。その空いたこのスペースにこの人がフラッシュできて、はい、パス入れて、はい、バックドア入れて、入れて、こういうやり方です。はい、もう一回いきましょう。タイミング、その時に井上は何してんねん、そこでじっとしとったらあかんやんか。え、もう立ってたらあかんやんけ。お前行ったやろ。はい、そこ入れたやろ、そこ入れたやろ、うん、入った。お前ちょっとこっちそっちはあかんわ、そっちディフェンスいてんねんから。お前ちょっとこっちがギャップへ動いたボールもらえるか分からへんや。お前立ってるだけじゃないか。もう一回やって。これは非常に短い距離だけど重要やな。はい、ハイポス、ハイポス、うん、こういうコンビネーション合わせることが大事。立ってるだけやな、電信柱やな、うん、はい、よっしゃ、もう一回行きましょう。反対側へ、反対側へ、はい、はい、はい、OK、行きましょう。今度はアザサイド、逆サイド行きましょう。はい、バックドア入った。はい、自分で行ってもいいよ。はい、もう一回行こう。今度自分で行け。自分でシュート、OK、フレックスのハイポストオプション、今度ハイポストに入らない時のオプションを追加します。はい、ゆっくり行きましょう。はい、こう来た、ハイポスト入らなかった、だけどここには入りますよね、ここには。はい、入った。この時にあの人は、はい、オーバーロードする、逆サイド、はい、もっとこっち来て、アングルが悪い、アングルが最短コース行かなあかんの、こっちまで来て、ここやったら遠回りになってロングパスになるでしょ、はい、あんまり近づきすぎかで、はい、パスやって、はい、展開、展開、はい、スターがスクリーン、スターがスクリーン、はい、シュー、はい、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。はい、ボス、ダメだった、はい、はい、シュー、はい、OK、今度は今ここから近所のところへパス入れてください。イブスでもええで、イブスのところでもええで、 OK、 ちょっとデンス入ってください。そしたら今からデンス入れてちょっとやってみましょう。はい、入った、バックドア、ポップアウト、ナイスプレー、うん、OK、 あそこ頑張ってデンス簡単に入れさせなよ。はい、もう一回行きましょう。スタッカー、はい、シュー、はい、今度は
ハイポスに入れなかったな、入れなかった時に45度へ出しましょう、はい、フラッシュ入らなかった、はい、展開、はい、はい、スタッカー、はい、シュー、オッケー、ナイスプレー、はい、もう一回行こう、反対側行こう、反対側、ポップアウト、リバース、よいしょ、まだ見てるで、ポストアップ、はい、はい、もっとクイック、クイックか、はい、テンポアップ、はい、次こっち側、こっち側、はい、ポップアウト、ナイスプレー、ナイスプレー、はい、もう一回テンポアップしよう、もう一回テンポアップ、ブラッシング、はい、OK、 ナイスプレー、はい、OK、 今度はもう少しちょっとアレンジします、ね、はい、OK、 今度は今、はい、もう一回来てください。はい、はい、来た、ドリブル来た、あ、こっち来た、はい、こう来た、で、こっち側に掘ったとする。な、はい、こう来た。な、この時に、向こう行った、行けよ、はよ。この時に、そこもディナイされた。ここもディナイされて、向こうも入らへんかった時、そっち掘れ。はい、ピック、ピック、はい、スタッガー。入った入った、はい、 OK、 もう一回行こう、もう一回行こう、これはまたちょっとアレンジしましたね、はい、はい、ボス入らなかった、はい、コーナー見て、コーナー見て、はい、ピックシュー、ワンサイド側でピックアンドロール、逆サイドでスターガスクリーン、分かった、よし、 OK、 どこ入れてもいい、ハイポストつないでもいい、こっち側へ出してもいい、コーナーでピックアンドロールしてもいい、どこやってもいい、みんなのセレクションでやってください、はい、展開、 OK、 ナイスプレー、リバウンド、OK、ナイスプレーね。はい、ワンモア、もう一回いきましょう。どこ入れてもいい、どこ入れてもいい。はい、ピック、シュー。OK、はい。まあ、例のフレックスのアレンジを今オプションとして3つやりました、状況に応じて形ばかりならないでこういうプレーもしながらみんなが動いてますからボールを持っている選手はスペースのあるところでワンオンワンをやるべきですね、だから往々にしてシステマティックにやる場合はもう形ばかりになってしまいがちなところもあるけれど、だけど僕が一番初めに話したように時間をかけてロースコアの展開に持っていく、いわゆるアップダウンをささないようにするには時間をたくさん使って、たとえシュートが入らなくても攻撃回数は減るようになりますから、まあ入らなかったもまあコーチはよしよしっていうような形で選手たちを激励するとか、っていうことが大事だと思います。多くのコーチはシュート入らなかったら怒る人が多いですが、こういう形でたくさん時間を切っていく、費やしてディフェンスをじれさせてしまう、まあ、そういう考えも、コーチングでは重要なことだと思います。